例年秋の開催となっていますが、今年は春にお引越し、2ヶ月後に SG オーシャンカップを控えているボートレース小島、 G1 小島キングカップ開設71周年記念競争、いよいよファイナル第12レースは優勝戦です。1号艇には島村孝義、2号艇には吉川元博、3号艇には仏島誠、4号艇篠崎仁、5号艇片岡正弘、6号艇池田浩二です。先月の宮島周年で G1 発売、今最も勢いがあります。一番人気シリーズリーダーは1号艇の島村孝義。2コース今シリーズ船足警戒、そして高車ぶりも発揮しています2号艇の吉川元博。センター3コース今年は玉川と大村で G1 V2 の実績十分です。3号艇の仏島誠、4コース奥に下げて実に6年8ヶ月ぶりの G1V へ、そしてオーシャンカップへ始めをつけたい4号艇の篠崎仁。5コース準地元の水面で狙うは G1V2 は5号艇片岡正弘。サイアウト、ここを勝ってファン投票第1位となった SG オールスターへ乗り込みたい6号艇の池田浩二。進入スタイルはスロー 3.123 ダッシュ 3.456 枠なりです。スタート10秒前、第12レースは優勝戦、インコースから1番2番3番4番5番6番です。今スタートしました。横一線綺麗なスイート体系となりました。一周の1マーク、インカの後ろ体制、1号手の島村、2号手吉川、さす真っ黒3号手の仏島届かない、切り込んでくるは5号手片岡、4号手篠崎、6号手の池田浩二、向こう正面も押し切った先頭1号手島村孝義。さあ2番手2号手3号手ガリガリやり合ってる、後方から記憶ゲットは4号手の篠崎、一周にマークの世界スタートは正常、抜けた1号手の島村、後方接近4号手の篠崎、2手3号手の仏島攻め、さす2号手の吉川、5号手の片岡ですが、先頭は1号艇島村の候補、2番手一歩抜けた3号艇の仏島、3番手は4号艇2号艇5号艇3手接戦で、レースは西島の1コーナー、2番手3番手の攻防戦になりますが、2号艇5号艇割ったから3号艇の仏島かわす、ズボーッと4号艇篠崎仁、3番手は4号艇2号艇5号艇、インコース4号艇篠崎、アウトコース5号艇片岡、真ん中通って2号艇吉川で、最高峰6号艇池田、レースは西島黒旋回、インに変わってきました来ました、5号艇かどうかやってくる、待って刺す、4号艇の篠崎、2号艇の吉川ホームに帰る、3番手誰だ、センターから一歩先行4号艇の篠崎も追走、インコース2号艇吉川で、アウトコース5号艇の片岡で、レースは残り1周の攻防となりました。インから堂々と押し切った先頭1号艇島村、2番手は3号艇仏島、激戦モードは3番手4号艇の篠崎の相当いく、5号艇攻める片岡、後ろをついて2号艇の吉川ですけれども、3番手にテンション張って4号艇篠崎で、上代系は1番3番4番ラストコーナーの旋回と向かっていきます。G1V2 見えてきました、このタイトル初制覇、先頭1号艇島村、2番手3号艇仏島、3番手4号艇篠崎で、上代計134、まもなくゴールインです。先頭1番島村孝義、優勝のゴールインガッツポーズ、2着は3番仏島、3着4番篠崎ゴールイン、5番の片岡、2番の吉川ゴールイン、ラストは6番池田ゴールイン。以上、小島第12レースでした。